市では2社目となるコールセンターデジタルゲート株式会社日南支店がオープンしました。セレモニーでは中村副社長が挨拶。支店を開設ということで非常に胸の高まる思いをしております。本日改めて、この日南市の発展に少しでもお役に立てるようにですね、身を引き締めて、業務に邁進してまいりたいと。この日南という場所が働きやすい町であると、非常に魅力的な町であると、ここに来られた企業さんたちがぜひ協力していただいて、バラスで働きたいよねと思ってもらえる町にレベルアップしていきたい。これが商店街の次の 2.0 ではないかなと思って。どうぞ。そしてテープカットが行われ、日南支店のオープンを祝いました。日南支店の主なコール業務の内容は、インターネット回線の受付業務やサポートなどを行います。従業員の平均年齢は32歳で、日南市内からは9人、福岡から2人、合計11人を採用。日南に帰る家庭の事情で帰らないといけなくなりまして、遠方でも働けるテレワークっていうのも考えていただいたんですけども、実際ちょっと難しくて、もうであれば一層のこと日南に支店を作ろうってことで、日南にオフィスができました。10人以上は、今後も随時募集はしております。日南市内の IT 関連企業のオープンは約2年間で13社目となり、内定者を含み119人の雇用が生まれました。日南市は今後も企業への雇用促進やフォローをしていきたいとしています。